来ました。これ来ました。行ってる？行ってる？行ってるか？絞れ絞れ絞れ、何倍だ何倍、めちゃめちゃ神。どうも、マグマです。今日なんですけど、クラケンを買っていく企画をやっていこうと思うんですけど、ある選手を応援する企画になってます。先日インスタの方で福岡でマルコメさんが走ってますメッセージが来たんですね。え、マルコメ、そんな人いないだろうなと思って、え、誰ですかって言ったら、コメマルさんですって来たんですよね。漢字でコメマル、逆から読んだらマルコメっていうことをその人は言いたかったと思うんですけど、まあ、実際その人はコメマルって書いてヨネマルっていう読むんですけど、まあ、その選手が、福岡で調子いいっていうことを、なんか多分僕になんか近いだろうなと思ってくれた人が送ってくれたと思うんですけど、その選手を今日はね会っていこうかなと思います。僕もレース選定で結構迷うんで、なんかまあ同期が走ってたりとか、まあ準優とかだったら、あーこれ買おうって思うんですけど、そういう人がいない時にちょっと迷うんで、メッセージいただいたんで、今日はその米丸さん、まあ逆から読んだら丸込さんを買っていこうかなと思います。その選手が今福岡でビーナスシリーズ女子戦をやってて、その第7レースで今日登場するということだったんで、その第7レースをメインとして買っていきたいと思います。だけどそれじゃあ1レースで少ないんで、まあ福岡のビーナスシリーズの中で自分が買いたいなと思うレース見つけて、まあ7レースまでの間ぐらいで、あと2レースぐらい選定して、今日は福岡のビーナスシリーズクラケンかけていきたいと思います。まあメインとしてはその米丸さんを応援するという、まあ丸コメ、コメ丸、ヨネ丸、まあ同じようなもんなんで、今日はねその選手を応援してクラケン買っていきたいと思うんで、皆さん最後まで見てってください。それではね、早速福岡の方で解体レースを探していきたいと思います。はい、ということでですね、福岡のレース今見てるんですけど、女子戦っていうこともあってちょっと荒れるかなっていうのもあるんで、今日はちょっと後輩と多めで買っていきたいと思います。後輩と狙いそうなレース探して買っていきたいと思うんですけど、福岡うねりがあるんですよね。だから結構女子戦乗れてない人が多いなって思います。なんでちょっと外枠にもチャンスがあるかなっていうことで、外枠が勝ちそうなレースちょっと見つけて選んでいきたいと思います。で、今思ったのが福岡第3レース、ちょっと総評ここに貼っとくんですけど、4号艇の小野聖奈選手、最近までちょっと休まれてて、まだ B2 ってなってるんですけど、もう A1 のバリバリの強い選手で、この選手が4号艇から展開を作ってくれるんじゃないかって僕は思って、ここ外枠展開ありそうだなと思って、ここ買っていきたいなと思いました。そうっすね、外枠の方がチャンスありそうですね、この番組を見る感じ。どうしようかな、4が展開作って、まあ56が続くっていうことで、4546の前と四五ロボックスにしようかな。45か46で3着が前、まあ誰が来るか分かんない。で、4が展開作った時に、まあ5とか6が頭に来るかもしんない。そしたら546とか6頭とかになったら結構でかいと思うんで、まあ1もね A2 級の選手で強い選手なんで、まあ1と4がちょっとでも喧嘩したら5と6にもチャンスあるかなと思って、まあ、5頭6頭も入ってくるかもしれない四五ロボックス買っていきたいと思います。まあここはなんだろう、内側のまあ2艇、特に2号艇3号艇と4号艇の差があるっていうことで、ここは4がチャンスじゃないかなって思います。はい、まあ1はね逃げるパターンも全然あるんで、14とかもう買いたいなと思うんですけど、ここはねちょっと後輩と狙いだけ買ってきます。なんで45前46前四五ロボックスでこのレース買っていきたいと思います。はい、ということでレース始まったら回しがす。はい、始まります。福岡やっぱりうねりがありますよね。なんかずっとぽちゃぽちゃしてるというか、清水面っていう感じじゃないですね。風はどんぐらい吹いてんだろう。まあ、そこまで強くはないのかな。吹き流し見る感じ、そんなめちゃめちゃ強いわけじゃないんですけど、2、3メーター、3、4メーターぐらい吹いてるかなと思います。まあ、風とうねりがあるともう乗れなくなっちゃうんで、危ないんですけど、福岡のレースの特徴としては、ダッシュが狭いんですよね。ダッシュって4、5、6コースの選手が後ろからこう助走つけていくと思うんですけど、福岡は2マークと一番この壁までの距離が近すぎて、助走がダッシュでもあんまつかないっていうことがありますよね。そうすると内側がちょっと有利になっちゃうんかなって思うんですけど、僕福岡走ったことないんであんま分かんないんですけどやっぱダッシュがついた方がダッシュの特権なんで、その助走つけれるっていうことが。だけど狭いとその特権のダッシュが効かないっていうことで、内側が多少有利になっちゃうかなと思いますね頼む、ここはね4角の小野聖奈選手にもほぼフルベットしてるようなもんなんで、お願いします。12秒前お願いします頼む。4がもう展開作ればもう56は多分ついてくる実力がある方なんで、
言ってくれ。へこまないか、内側。いやー、揃ってる。なんならうちのがちょっと出てる。いけ、やばい。2がめちゃめちゃどっか行っちゃったっすね、これ。だけど1がもう余裕のイン逃げだ。ガチかー。14かー。スタートでまくらなかったら結構難しいっすよね、ここ。もう、ぽちゃぽちゃなんで、水面が。見ましては2と3。なんかすっごい跳ねてたじゃないですか。まあ、あそこまでなるかわかんないんですけど、なるぐらい、多分うねりがすごいんかな。いやー、14だな、これは完全に。結構、14何 ?143? ファイトはつかないパターンだな、14は。14が絶対一番売れてるんで。くっそー !4 が展開作る感じが見えてたんですけど、違いましたね。はい。まあ、ここはしょうがないですね。はい。次のレース、探していきたいと思います。はい、ということでね、来ました。これ来ました。第7レースで、米丸さんが走るんですけど、その前の第6レース。これちょっと、東海とあります。僕が大好きな、3の角浮きがフライング持ち。で、4角に強い選手。あ、出走表貼ってきます。4角が寺田千恵選手。で、3角が大橋選手。で、F1 本持ちっていうことで、ここも4角からの展開、あるんじゃないかなと僕は見ました。で、その、外枠の選手。5、6どっちも多分、分かっての選手だと思うんで、この外枠が絡んできたら、結構後輩とつくんじゃないかなと思います。で、まあそこでさっきみたいに4号前46前とはいけないんで、ここは412の前、412の前と4前12、それを買って、でもう一個その4がちゃんと絞って、それにちゃんと5と6がついてくるパターンの4ゴロボックス、これはもう超後輩と狙いということで、まあ、5、6が来てくれたらめちゃめちゃでかいよねっていうことで、4ゴロボックスも買っておきたいと思います。ここは結構あるんじゃないですか。4角の A1、 3のカード受けが F 持ち。ここはだいぶ期待できると思うんで、レース始まったら回していきたいと思います。はい、始まります。よしよしよし。僕、後輩と狙いの時はあんまエンジンの2連対率とか見ないんですよね。後輩と狙いの時はさっき言ったみたいなカード受けと、カードが誰かっていうことと、まあ平均 S、 平均スタート、この選手どれぐらいなんだろうっていうことですね。結構ガチガチを狙いに行くときは、そのエンジンの良し悪しとか、展示タイムとか、まあ、見てくんですけど、まあ、ここはもう一発、スタート行ってくれればっていう感じなんで、スタートの差での展開を僕は予想してるんで、ここはね、そういう感じで予想させてもらいました。いや、でも4あると思うんだけど、2は凹まんか。3と2が凹んでくれれば、4のまくり出しで412前は入ってくるんじゃないかと思いますね。とりあえず4が頭に来ないと外れなんで、まあ、4ゴロボックス買ってるから5と6でもまあいいんですけど、ここは、ちょっと期待したいですね。4号艇の寺田千恵選手。でも女子戦は、なんだろ、結構荒れるというか、オーソドックスな決着にならないんで面白いですね。12秒前、お願いします。ここも、4角の寺田さんのまくり、まくり出しでもいい。4前12、412前あるから、まくり出しでも OK です。いってる、いってる、いってるか。絞れ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 、上だ上上、5と6もさせだー。1こらえたか、さすがに。マジか、見えたんだけどな今。ガチか、おしゃー。うわぁ、14か、また。1残すね。残すというか、1逃げますね、ちゃんと。うわぁ、見えたんすけどね、展開は。脳汁出かけたっす。今だって4がちゃんとまくってたら、もう4前12、412前だったっすね、多分。5、6がついてこなかったんで、4、5、6ボックスはなかったかと思うんですけど。マジかぁ、悔しい。スタートのもう一伸びというか、いやだけど展開はなんとなく当たってたっすね。やっぱこの4角が行くレースが一番見てて気持ちいいっすね。だからこういうレースはバンバン狙っていきたいんですけど、まあ全て当たるかっつったらなかなか難しいんで、まあこの形、可動機 F 持ちの4角 A1 の、まあ、S 速い選手とか、エンジンいい選手いたら、バンバン狙っていった方がいいと思います。はい。
ということで、ね、6レースもこれ多分一音決着なんで、次本番の7レース。最後のね、この7レースが本番なんで、そこ、勝っていきたいと思います。はい、じゃあ次、行きます。はい、ということで、第7レース。マルコメ選手は5号艇で出場しています。出走表貼ってきます。あ、ヨネマル選手ですね。ヨネマル選手が5号艇。で、これも結構面白いんすよ。4角が西橋奈美選手。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ握るんすよ。まくりの西橋さん。で、ここの近況というか、今節もめっちゃピン取ってるんで、ここは4角の西橋さんが行ってくれれば、この僕の応援するヨネマル選手にチャンス来るんじゃないかなと思います。ヨネマル選手も今成績見たんですけど、今節結構ピンも取ってるし、2着とか取ってるんで、3連単には絡んでくるんじゃないかと思います。西橋さんが言ってくれることによって。なんで、ここは4の展開作りにまた期待したいと思いますね。で、4が展開作ってついてくる、まあ、5、6が来るかなと思います。4、5、4、6の前。まあ、来るかなと思いますっていうか、来てほしい、ここは。だから4、5、4、6の前、張っていきたいと思います。この米丸選手ね、来てほしいっすね。まあ、一着に来てほしいっていうのもあるんで、チゴロボックスも買いたいと思います。いやでもこれ4が展開作って5、6が来ればかなりつくと思います。まあ、4がまくりに行く展開っすね。やっぱそれしかないっす。4、5、4、6の前と、シゴロボックスでここは買っていきたいかなと思います。4が展開作って5頭、5、4、6とかになったらめちゃめちゃでかいっす。これは僕がね、推し選手なんで、今初めて見たんですけど、ちょっとこの米丸さん、頑張ってほしいっすね。いや本当に字を見れば見るほど丸米に見えてくるんで、ちょっとここは親近感湧くんで応援していきたいと思います。はい。ということでね、第7レース、始まるタイミングでまた回していきたいと思います。はい。始まります。よしよしよし。ちょっとね、3連敗はできないですね。今回この米丸選手を応援する企画といえど、ちょ、後輩と狙いすぎてるかなって思います。1、2レースでいくら負けたんだ？最初1400円でしょ？でもさっきも4012と4120で、800の、同じか。シゴロボックスも買ったから、今2800円負けってことだよね。2800円負けの、このレースも、同じか。1400円使ってるんで、2800円足す1400は ?2800 足す1400で、4200円。今4200円使ってますね。だけどこれ来れば、高配当なんで、ここも。やっぱ高配当狙いの方が、楽しいですね。頼む！西橋さんは言ってくれると思うんすよ。ここはね、かなり、今、まあ、小野聖奈選手、寺田千恵選手、西橋さん、西橋選手が、4カードで、誰が言ってもおかしくなったんですけど、やっぱ西橋さんが一番ちょっと期待できるかなと思ってます。握るんでね。マジでお願いします。で、続いてくれ米丸さん、マジで頼む、お願いします。12秒前、西橋さん、米丸さん、この2人にかけてます、僕は。勝ってほしいのはもちろん5号艇ですね。米丸さん、お願いします。揃ってるかー。2が行け、土屋さんが行けばなんかあるかもしれん。お願いします。え、うわー、うまうまというか、めちゃめちゃ4まくりっすよ。で、2着が13、やばい、4のまくりどうめえ。この荒れてるっていうか、うねりの中であんだけ逃げるってやばいっすよ。4の米丸さん2着いける、頑張れ、残せ、よし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 、435か453か、ちょっと微妙っすね。5刺さってる、刺さってる、残した453、45前なんであるっす、頑張れ、刺せ、上か、おーし、よし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 、よれ丸、米丸、丸米、頑張れ、よし、45ある、45あるっすよ、これ4545来るな、内側から来るな、よし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 、握ってれば大丈夫、上握ってれば大丈夫、内側から来るかもしれないけど先に回っちゃおう。45の1か453の方が多分つくんだよな。いや、欲は言わずに、怖いよ、来るぞ、よし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 、各ターンマーク回るごとにこの安心感が増してくるというね。頑張れ、米丸頑張れ、丸米頼む、怖いんだよ内側から来る選手が。
いや、3来てる。よーし、よ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 し、いいぞ。ヨネハルさん、いいぞ。頑張れ。ゴールだ、ゴール、ゴール、ゴール。早い、3周。4、5、1。的中。何倍だ、何倍、ちょっとこれ何倍かだけですね。あとはマジでよっしゃ、でか、この最終レースで勝つってちょっと持ってるかもしんないですね。まあ僕が持ってるのか米丸さんが持ってるのか分かんないですけど、ガチか。米丸さん企画で最後米丸さんを的中させるっていう、まあ頭ではないんですけど、451の結構つくんじゃないですか。おっつ、7040円です。ありがとうございます。満州行ってるかなとちょっと思ったんですけど、ワンチャン453だったら多分満州行ったんすね。451で7040円ってことは回収ですね。回収できました。プラス2000円ぐらいかな。ありがとうございます。はい、最高です。この終わり方はめちゃめちゃ神。米丸さん、西海さん、ありがとうございます。で、西海さん見たっすか、1マーク、あのまくり、完全にもう上行ってれば絶対1着みたいな感じだったっすね。まあそれにちゃんと続く5号艇米丸さん、素晴らしかったと思います。やっぱこれ、押しますね。では、道中も結構落ち着いて回ってましたね。ターンマーク外しがちなんですけど、特にこの福岡とかだったら。だけど、ここですごい乗れてそうだったんで、米丸さん、すごい上手になると思いました。初めて見たんですけど、米丸さん、僕、押します。押しますというか、応援します。これからもちょっと米丸さん走るレースあったら、買っていきたいと思うんで、皆さんもチェックしてみてください。米丸でも丸米でもないですよ。米丸さんです。はい。いいね。いや、なんか嬉しいわ。なんかめちゃめちゃ嬉しいですね。親近感が湧きすぎてて、すごい嬉しいんですけど、最終レースで勝ったっていうのも嬉しいですし、米丸さんが船剣絡んで、ちゃんと僕が的中させるという、この神回。すごい。なんだろう。いつもは、2レース目とかに当てて最終レース負けること多かったんですけど、この最終レースで的中するっていう、めちゃめちゃ初めての嬉しさ、ありました。いつもなんか1レース目当てて、2レース目、3レース目負けるとか、外れ当てる、うわ、最後、外れで終わったけど、ギリプラスとかだったんですけど、最終レースで全部回収するというね、最高の結末で終わったと思います。はい、っていう感じで、今回はまあレース選定にちょっと迷ったんで、インスタの DM の方で来てた米丸さんをまあピックアップして企画取らせていただきました。っていう感じでね、これからもレース選定でちょっと迷ってしまうかもしれないんで、もしよかったらコメントや DM とかで、この選手買ってみてくださいとか、この選手ピックアップしてくださいっていうのを言っていただけたら、ちょっと僕もレース選定に困んないかなって思うんで、ちょっと皆さんが見たい選手とか注目してる選手を教えてください。そしたらその選手が出てるレースの中で船券予想とかしていけたらと思うんで、皆さんよろしくお願いします。はい、っていう感じでね、やっぱ一人一人の選手にピックアップしてやる方がこう熱を持って見れるというか、やっぱ米丸さんを今日はね、すごい熱を持ってね、応援できたんで、これからもね、こういう企画やってきたらと思います。はい、っていう感じでね、今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらバッドボタンして、チャンネル登録、まだ登録してない人いると思うんで、5万人目指してるんで、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。